はい、こんばんは、つぐきです。本日2本目の動画なんですけど、はい、あのー、志村けんさんの死去についてですね、なんか、あのーま、中国ヘイトとよよ、なんか、あのー、をしている方がいるみたいなんですね。まあ、ネット上ですかね。なんか、中国人に殺されたとか、あと、なんか、 あのふざけんなよ中国中国が悪いとかまあ志村けんを殺害したのは中国人とか中国人に殺された志村けんなどとなんか憎悪をあおる悪質なツイートがあるみたいなんですねまあさらにはなんかあの日本政府の、まあ、対応を批判する声もなんかあってですね、まあ、安倍首相が殺したようなもんって コメントしてる方もいるみたいなんですね。あの、これはね、悪いのはあれですかね、ウイルスが、あのコロナウイルスが悪い,で悪いのでね、これは。はい。人が悪いわけではなくて、コロナウイルスが悪いので、まあ本当ね、まあ、人の死を利用しないでとか、まあそういうことを言っている場合ではないという、呼びかける方もいるみたいでですね。 まあ本当にねなんか中国人が悪いとか安倍が悪いって言ってる方々って本当にねあのーまあなんか左翼とか右翼とかまあ思想的には違いますけどなんか根は一緒なんですよねやってることなんてはい人のせいにするっていうことが多くて安倍が悪い中国人が悪いって人のせいにする っていうのは本当にねやってること同じなんですよねこれ見てるとまあネット用とかネットさよ <laughs> ネットサイクみたいなそういう人が多分書き込んでるだと思いますけどねこれ多分ねもうこんなの書かないでほしいですよね志村けんさんをバカにしてるとしか言いようがないですね僕はそう思いましたねまあさらにはですねまあ,あの話はあの変わるんですけど 志、まあ、村けやさんの死去について YouTube ではなんかで、ね、動画で「あのー、死去は嬉しい」とか「おめでとう」とか言っているバカがいるんですねはいまあ本当にねこんな動画出す出すなよって感じですよねまあやっぱりあわれ,現れるなと思いましたよあの人の死についてね嬉しいとかねそういう人出てくるなと思いましたけど本当これは許せないですね本当にまあ まあこのことについてあの YouTuber のともおれさんという方がいるんですけど、まあ、この方は首里城についてねなんか「ありがとうございます」って言ってねバカにしてた方なんですけどまど、あ、炎上炎上というかひどいこと言う方なんですけど普段はなんですけどなんかともおれさんが志村けんの死去をおめでとうと言った安藤チャンネルを許さないって。 動画出してるんですね、まあ、このことについて取り上げてくださいって言ってる方がいるのでまあちょっと取り上げてみようかなと思ってるんですけど「安藤チャンネル」っていうなんかこっちにほくろがある,ある方がいてまあなんかこの人がなんかこの方がなんか「おめでとう」って言っててバカにしてたみたいなんですけど。 あまあこのことについてトムオレスさんはなんか「どうか消してください」って言ってるんですよね。ああレスさんなんか見直したなって僕は思いましたね。はい、まあ、まあほんと友廉さんこれからはなんかこういう、まあ、炎上というかまあちょっとあんまりひどいこと言うのはやめたんですかね。<laughs> まあそうだといいんですけどねはいまあ。 てなわけで今回の話はまあ志村けんさんの死去についてなんかあの中国人が悪いとか安倍が悪いって言ってる方々とあとはなんか「おめでとう」とか言ってですねバカにしている方々についてのまあお話でしたね。ごご視聴ありがとうございまましした。では失礼します。